また徹夜したのね。おはよう、ニニム。おはよう、ベイン。今回の件の収支が出たわよ。お、プラスな感じ？微妙。もぎ取った賠償金は戦費に当ててトントン。シリジスを引きずり下ろすための工作資金と譲った土地を買い戻したのはまあ大したことじゃないわ。問題は先制校であるグリューエールとことを構えたことよ。あれでレベティア教信者から敬遠されたみたいで、マーデン領を通過する巡礼者の数はかなり減って、彼ら相手の商売は減衰。まあそのおかげでマーデンの肥大化を防ぐことにはなっているわ。ちょ、まあ、じゃあナトラに来てた未曾有の好景気は終わっちゃったわね。贅沢三昧しながら今の地位に甘んじて優雅に暮らす俺の王子様生活は諦めなさい。そろそろ目が覚めた。それじゃお仕事始めましょ。やっぱクリュー